あなたは最後の願いを叶えてくれた天使です。東京ディズニーランドに行ったことがありますか？ディズニーランドは家族や友人との絆を深める場所であったり、心を豊かにしてくれますよね。そんな夢のようなディズニーランドに行くことが叶った親子が、夢の国で大事なものをなくしてしまいました。そこであるキャストの対応が親子の心をも救ったのです。その対応とは一体何だったのでしょうか。早速見ていきましょう。その朝、私たちの世界はまだ普通の色をしていました。息子の笑顔が家の中を照らし、彼の小さな手が私の指をぎゅっと握っていました。息子はいつものように目を輝かせ、パパ、今日はディズニーランドだねと言いました。私は息子にうなずき、心の中で何度も祈りました。もう一日、ただもう一日だけ彼がこの世界にとどまってくれますようにと。私たちのディズニーランド訪問は息子にとって最後の願いでした。脳腫瘍という残酷な宣告を受けた後、息子の唯一の願いは愛するキャラクターたちに会って彼らのサインを集めることだったからです。テレビでディズニーランドを見るたびに、パパ、ディズニーランドに連れて行ってねと繰り返し、息子の目には希望が満ち溢れていました。私は息子に約束しました。何があっても息子を連れて行くと。そしてその約束を果たす日が来ました。私たちは朝早くからパークを駆け巡り、一つずつ慎重にサインを集めました。息子のサイン帳は彼の小さな宝物になっていきました。息子の笑顔、その一つ一つが私の心に深く刻まれていきます。しかし幸せな時間はあっという間に過ぎ、最悪の事態が訪れました。サイン帳をどこかに落としてしまいました。そこでインフォメーションセンターへ駆け込みます。サイン帳の落とし物はないですかと尋ねた時、私の声は震えていました。キャストの方は親切にも、落としたサイン帳の中身を教えてくれますかと尋ねてきました。息子がミッキーやミニーに一生懸命に集めたサインがあともう少しでサイン帳いっぱいになるところだったのです。ですが残念ながらインフォメーションセンターにはサイン帳は届けられていませんでした。そのキャストはさらにサイン帳の特徴を詳しく聞いて他のキャストに連絡を取っていました。しかし見かけたキャストは誰一人としていませんでした。お客様、申し訳ありません、まだ見つからないようです。お客様、いつまで滞在されていますかと聞かれたので、2日後のお昼には帰らなければならないと答えました。手分けして探してますので、2日後お帰りになる前にもう一度インフォメーションセンターに立ち寄っていただけますかと笑顔で声をかけられました。その夜、息子が眠った後、私は一人で涙を流しました。息子がどれだけそのサイン帳を大切にしていたか知っていたからです。そして2日後私たちは帰る予定でした。私は息子に何も言えませんでした。これは後で聞いた話ですが、当日インフォメーションセンターで助けてくれたキャストの方が仕事以外の時間を使って探してくれていました。私たちが帰った後も他の部署に電話をかけて聞いてみたり、自分の足で探しにも行ったそうです。ところがどうしても見つけ出すことができなかったそうです。そうして約束の2日後を迎えてしまいました。私たちは再びインフォメーションセンターへ行きました。応対していただいたキャストが現れ、申し訳なさそうに、見つけることができませんでした、申し訳ございません、代わりにこちらのサイン帳をお持ちください。それを開いた瞬間、息を呑みました。それはその落としたサイン帳と全く同じサイン帳を自分で買って、いろんな部署を回って全てのキャラクターのサインを書いてもらったものを手渡しされたからです。キャストが私たちのために集めてくれたのがすぐに理解できました。私は涙が止まりませんでした。後日ディズニーランドに一通のお手紙が届きました。先日はサイン帳の件ありがとうございました。実は連れていた息子は脳腫瘍でいつ死んでしまうかわからない、そんな状態の時でした。息子は物心ついた時からテレビを見ては、パパ、ディズニーランドに連れて行ってね、ディズニーランドに行こうねと毎日のように言っていました。もしかしたら
約束を果たせないかもしれない。そんな時でした。どうしても息子をディズニーランドに連れて行ってあげたいと思い、命があと数日で終わってしまうかもしれない時に、無理を承知で息子をディズニーランドへ連れて行きました。その息子が夢にまで見ていた大切なサイン帳を落としてしまったのです。あのご用意いただいたサイン帳を息子に渡すと、パパあったんだね、パパありがとうと言って大喜びしました。彼の喜びようは私がこれまでに見た中で最も純粋で最も美しいものでした。そう言いながら息子は数日前に息を引き取りました。亡くなる直前まで息子はそのサイン帳を眺めては、パパディズニーランド楽しかったね、ありがとう、また行こうねと言いながらサイン帳を胸に抱えたまま永遠の眠りにつきました。もしあなたがあの時あのサイン帳を用意してくださらなかったら、息子はこんなにも安らかな眠りにつけなかったと思います。私は息子がディズニーランドの星になったと思っています。私たち家族にとってあなたは息子の最後の願いを叶えてくれた天使です。あなたのおかげです。本当にありがとうございました。手紙を読んだキャストはその場で泣き崩れたそうです。感動的な手紙を読んだキャストは、男の子が亡くなった悲しみにも心を痛めつつも、お父さんと息子さんがディズニーランドで叶えた思い出に心から感動し涙が流れたことでしょう。そしてその手紙を大切に保管し、いつも心に留めておくことを誓ったそうです。その手紙にはキャストがサイン帳を探す過程で感じた苦労や喜び、最後の別れまでが綴られていました。これは失ったものを取り戻す難しさや、愛する人との別れの辛さ、そして思い出が人々を支える力が伝わってきますね。ディズニーランドは単なる遊園地ではなく、人々の夢や願いを実現する場所であり続けるため、キャストたちは今後も全力で取り組むことを誓いました。そして、特別な思い出を作り出すことができるよう、お父さんと息子さんのような絆を育む努力を惜しまないでしょう。続いて、今年の1月1日、石川県で最大震度7を観測した地震が発生し、千葉県の東京ディズニーランドでも大きな揺れがありました。この時、ゲストはキャストの指示に従い、しゃがむ中、キャラクターのイーヨーが大丈夫だよというジェスチャーでゲストを落ち着かせる姿がありました。海外のインターネットでも大きな反響を呼んでいます。ニューヨークポストやビジネスインサイダーなど多くのメディアでも取り上げられています。さらに冷静にキャストの指示に従う人々の姿が伝えられ、外国人から感動と驚きの声が相次いでいます。日本のディズニーキャストは災害時には素早く的確な対応を行い、ゲストを安全な場所に誘導し支援を提供することで感動を与えてますよね。その積極的な姿勢と思いやりの心が私たちに安心感を与えてくれているのではないでしょうか。このような対応は普段からどんな困難な状況になってもゲストの幸せを常に考えているからかもしれません。さて本日の動画は以上となります。皆様の温かいコメントや高評価は何よりの励みとなっております。ぜひともご感想やご意見をお聞かせいただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。